はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。今回はギレンの野望オチオン独立戦争期連邦軍編の続きをプレイしていきたいと思います。今回のプレイコンセプトはエルラン中将、これを接待して中世庁80以上でジャブロ防衛戦を迎えてまだ見れていないムービーを見るというのが目的コンセプトになってますので、今回も引き続きエルラン中将のですね接待は続けていきたいと思います。そのエルラン中将はレヴィル将軍の配下にいます。現在の中世地見ておきましょう。エルラン中将がですねついにガンキャノンに自ら登場乗っています。現在地72ですね。で80までもうちょっとまで来てます。ではこのまま次の作戦に向けて時間を進めていきましょう。開発部より報告します。ついに連邦軍の技術を結集したプロトタイプガンダムが完成しましたね。ガンダムが完成しました。まだ試作の段階ですが、このガンダムさえあれば我が軍の勝利は間違いありません。レイ対ガンダムとはそれほどまでにすごい機体だというのか。はい、ルナチタリウムの装甲、戦艦並みの威力を持つビームライフル、ザク程度のモビルスーツでは到底太刀打ちすることはできないでしょう。あとは最終テストを残すのみです。朗報をお待ちください。諜報部より報告書。さてエルランの方から提案が来てますので、エルランからの提案はね、もうそれがどんな愚策であっても 100% 受け入れていきます。で、開発の方はですね、今ご覧いただいたプロトタイプガンダム、これの開発が終わったので、新兵器としてですね、陸戦業量産モビルスーツ、まあいわゆる陸戦準備、そこにつながる陸戦型のガンダムですね、これの開発ができるようになってますので進めておきます。開発部の霊体から通信です。回線を回します。サイドセブンでのテストは順調のようだな。ついに一年戦争の、はい、ファーストガンダムで描かれた中盤を迎えて、テスト映像をご覧ください。シャアがサイドセブンに潜入する、まあ、そういうシーンに近づいてきてますね。 V 作戦によって完成したモビルスーツの性能はジオンのザクをはるかにしのぐ驚異的なものであった。これが我が軍のモビルスーツか。すごいものだな。しかし V 作戦にかけた予算があれば戦力の回復はもっと迅速にやれたのではないかね。ゴップ提督の言うこともわかるが、それでは敗戦を繰り返すだけではないのかな。しかしすでに V 作戦は動き出している。勝機もまた遠からず訪れよう。ついに我が軍のモビルスーツは完成しました。あとは試作モビルスーツと開発データをサイドセブンから持ち帰るだけですが、万一の場合に備えペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースを回収に向かわせてください。レイ大尉の言う通り V 作戦の回収は重要な任務です。ただの輸送任務ですが、ホワイトベースは信頼できる人材に任せるべきでしょう。パオロカシアスを艦長にしてはいかがでしょうか。まあ、ここまでは、原作に近い形で進めていきたいと思います。はい、それではパオロカシアスにホワイトベースを任せサイドセブンに向かうよう命じます。アナハイム社から通信です。回線を回します。
はい、ホワイトベース関連のイベントが進んでいるところですけども、なかなか自由な作戦ができない状態なので、制作をヤナハイムへの支援にだいぶ舵を切りました。我が社は友好関係にある機軍に協力するため新兵器開発への協力体制を強化しました。今後とも我が社をよろしくお願いします。はい、諜報部より報告書が。そしてエルランからの提案は全部受け入れですね。完成したプロトタイプガンダムはですね、レベル将軍の部隊に配置させました。ここですね、ユング少佐が乗ってます。で、実はもう一機生産を始めてますので、それもね、北米攻略戦の方に投入できるように準備は進めておきたいと思います。レベル将軍、ルナ2より緊急連絡です。サイド7が敵の攻撃を受けました。研究施設は大破し、ホワイトベースの乗務員にも多数の死者が出たようです。ついに始まりましたね、原作のシーンが。敵はあの赤い彗星。まさかな。ホワイトベースは無事なのか。はい、今のところは。しかしパオロ艦長が戦死し、極めて危険な状況にあります。そうか、あのパオロがな。だがホワイトベースはどうやって赤い彗星の攻撃を切り抜けたのか。信じられない話ですが、士官候補生のブライト・ノア少尉が艦長代理となり、民間人の少年少女たちが戦闘を行っていたようなのです。ルナ2からの報告を受け取ったレベル将軍は自分の目を疑った。軍事機密である V 作戦が赤い彗星に襲われ、それを阻止したのが年端もいかぬ少年少女たちだったというのだ。さらに戦闘経験のない15歳の少年がガンダムを操り、ジオンのザク3機を倒したのだという。つまり将軍、ホワイトベースはこのまま民間人の手に委ねておくと、そうおっしゃるわけですな。うん、今の我々にルナ2に戦力を回している余裕はない。 V 作戦の成果は彼ら自身の手でここジャブローに届けてもらう。無謀ではありませんか。 V 作戦の全てがジオンの手に落ちてしまう可能性があります。彼らは赤い彗星を退けた。そちらの可能性の方を信じてみたいのだよ。仕方ありませんな。ホワイトベースに民間人ですか。厄介者にならなければいいですな。今回のエルラン中将接待プレイなので、ちょっとねエルラン寄りのプレイをしなきゃいけないですね。本当にホワイトベースを民間人の手に委ねたままにしておいてもよろしいのですか。まずここの分岐なんですけども、ここでイエスを選択すると、まあ、原作に近い進行。で、ノーにするとですね、ガルマが生き延びてしまう、イフのシナリオになってしまうので、まずここはガルマを確実に葬っておきたいので、ホワイトベースは現状維持にします。で、ガルマが死んだ後、ランバラルの仇討ち部隊が来た時に、ホワイトベースを解散させます。そうすると、ガルマは死んで、ランバラルは生き残るという、まあ、世界線ですね。なので、ここは一旦イエスを選択します。はい。それでは、ホワイトベースには、ジャブローへの帰還を命じます。彼らの幸運を祈りましょう。報告します。偵察部隊によると、ホワイトベースは大気圏に突入する際、赤い彗星シャアの攻撃を受け、進路の変更を余儀なくされました。降下地点は北米、ジオンの勢力圏内です。はい。ここも原作通りに進んでますね。木星開発事業団から通信です。回線を回します。
内製のものなんですけども、アナハイムへの支援を行った後、今度はね、木製の方に支援を行っております。で、ちょっと資源が少ないので、資源をちょっとでも増やそうということで、木製を選択しています。報告書が届いています。ご覧になりますか？報告します。偵察部隊によると、北米に降下したホワイトベースがガルマ地上軍と交戦し、これを退けることに成功しました。しかし、この戦闘でホワイトベースは消耗し、補給を求めています。レヴィル将軍、補給を行うことができれば、ホワイトベースは自力でこの危機を乗り越えることができるはず。ホワイトベースを敵の手に渡すわけにはいかない。マチルダさんから、補給の、話が出てます。ここも補給をさせて、一旦ガルマを討ち取らせましょう。ありがとうございます。補給部隊を編成し、ホワイトベースの元に急行します。で、生産の方なんですが、陸戦型のジム、これが完成しましたので、陸戦ジムをですね、量産体制に入れましょう。で、それに伴って61式戦車等はですね、徐々に外していきたいと思います。さらに、いわゆる普通のジムですね。これの開発が始まったので、ジムの量産も近いかなというところですかね。はい。ではですね、今回ちょっとプレイらしいプレイができていない、お見せできていないところなんですが、ムービーシーンが多くて時間を使ってしまいましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、おそらくガルマの死亡イベントと、それに伴って北米攻略作戦、これが発案されると思いますので、いよいよ北米にですね、エルラン中将自らモビルスーツに乗って出撃してもらって、功績値を稼いでもらいたいと思います。じゃあ今回ゲーム始めるときに72だったエルラン中将の功績、中性値ですね、どれくらいになってるか確認して終わりましょう。72変わらずか。もうちょっと上げておかないと心配だな。はい、ではね、引き続きエルラン中将の、功績中性を上げていくというところを頑張っていきたいと思います。